地方公営企業は、日本の地方公共団体が経営する現業のうち、地方公営企業法の適用を受ける事業である。都道府県及び市区町村が経営し、法人格を持たないためいわゆる社内カンパニーにあたり、一般会計とは切り離された特別会計での独立採算性をとる。地方公共団体が政令で指定された事業を行う場合は、 この経営形式を取らなければならない。長崎県が経営するバス事業地方公営企業法第2条に規定されている公営企業であり、地方財政法施行令第6条に定められている公営企業のうち、次の公営企業について、企業経営のための組織、財務、職員の身分取り扱い等に関する地方自治法などの特例を定めている。 地方公営企業法の規定の全部が当然に適用される。なお、病院事業については、地方公営企業法の財務規定等一部が当然に適用されるが、条例で定めるところにより、地方公営企業法のすべての規定を適用することができる。第6条に基づき地方財政法施行令第46条で規定されている公営企業のうち、 地方公営企業法の適用がない事業においても、地方自治体の条例の定めるところにより、地方公営企業法の全部、または財務規定等を適用することができる。また、地方財政法施行令第37条に規定されていないものの、地方自治体で公営企業として運営している事業もあり、これらも条例により、地方公営企業法の全部、または、 財務規定等を適用することもできる。地方公営企業を経営する、地方公共団体には原則として管理者が置かれ、地方公営企業を管理する。管理者は、地方公営企業の経営に関し指揮権を有する、もののうちから、地方公共団体の長が任命する。事業の種類や規模によっては、管理者を置かないことを条例で定めることができ、その場合は、 地方公共団体の長が管理する。地方公営企業を共同処理する一部事務組合は企業団という。企業団には地方公営企業法上の管理者は置かれず、地方自治法上の一部事務組合の管理者が管理する。企業庁は地方公営企業の経営に関し危険を有するもののうちから原則として企業団を組織する。 地方公共団体の長が共同で任命する。なお、地方公営企業を共同処理する広域連合は広域連合企業団という。地方公営企業の管理者は予算を調整すること議会に議案を提出すること決算を監査委員の審査及び議会の認定に付すこと過料を課すことを除き、法令に特別の規定がない限り地方公営企業の業務を執行し、 当該地方公共団体を代表する。企業管理者の権限に属する事務の執行を補助する公務員のことを企業職員という。地方公営企業を経営する地方公共団体に地方公営企業の業務に係る水頭その他の会計事務を司さどらせるため企業水頭員を置き、企業職員のうちから地方公営企業の管理者が命ずる。 地方公営企業の管理者の命を受けて、水道その他の会計事務を司る。会計については、一般会計から切り離され企業会計原則に基づき、原則として独立採算方式で行われる。なお、法人格を持たないため、地方債の発行主体となることはできない。詳細は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律を、 参照資金不足比率が20%以上を超えた場合、財政健全化法に基づきその年度末までに経営健全化計画を定めなければならない。津久井発電所ここでは主な地方公営企業を記載する。詳細は水道局を参照詳細は下水道局を参照、公営交通も参照軌動事業自動車運送事業とし高速鉄道事業を 日本の電力会社旧みなしおし電気事業者も参照、日本の発電用ダム一覧地方自治体も参照北海道東北関東中部、近畿中国四国なし九州なし宿泊施設作動、その他。ありがとうございます。